なんかお泊まり合いかなんか発覚しちゃってそしたらねもう坊主頭で YouTube でね泣きながら号泣して謝罪してたけど「アイドルあそこまでしなきゃいけないのかな」ってこの先どうすんだろうと思っちゃいますのあねあの頭でポニーテールとシュシュって言われていいよそれはそれはいい何の説得力もないなから。

性格診断とか相性診断とかそういうのも意る時に今あるのが「ツッコミボケ診断」ですよあなたはツッコミかボケかんか質問に答えていくとあなたはツッコミタイプとかあなたはボケタイプとかっていうのが分かるこれねこの間私やってみたやってみたんですよ俺は自分がどっちかなってって何言ってもね反応しないんだよボケかツッコミか全然分かんない反応しなきゃ分かんないねよく見たらこんにゃく持ってたんだけどボケなんですよ完全にボケタイプだよね 海文川柳っていう海文ね上から読んでも下から読んでもね同じやつ、うん、そういうのでまたうまくつくんだよ、うん、うまいんです例えばねダメ男子、うん、モテ期が来ても死んだ目だこれね上から読んでも下から読んでも一緒だ目してるとう,うまいんだこう,、ね、ういうのどうやってる私もできますよどういうのキスが好き、うん、マカオのオカマキスが好きやかましいだもん <laughs> くだらなすぎる